12月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。まだ計画を立てていない方は今日中に計画は立てましょう。明日やろうと思ったら明日もやりません。もうそれが人なんですね。私も含めて人って怠け者なんですよ。だからこそ自分を律するために今日やるべきことを明確にして今日やるんですよ。 え、明日やろうはバカ野郎。私はいつもこの言葉を思い浮かべて、ね、怠けてしまいそうな時も、え、なんとか今日中にやろうと思ってやっています。なんでぜひですね、え、明日やろうはバカ野郎。これをですね、え、常日頃頭に浮かべながら、え、勉強をやったりとか、仕事をやっていただければと思います。では問い1です。A が建設業者 B との間で、建築の受け負う契約を締結した。工事完成後、建物に貸しがあり、 目的を達成することができなかったとしても、注文者 A は契約を解除することができない。丸かツかという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、ツです。原則注文者が相当期間を定めて、歌詞がないように再告をして、で、その期間内に歌詞を直すことができなければ契約解除することができます。 例えば、注文者が居住用目的、住むことを目的として、えー、建物の建築を依頼しました。建築業者に依頼しました。その場合、完成した建物が傾いていて、住むことができないとなると、この注文者困りますよね。そのため、もし一定期間内に住めるようにしてくださいっていうふうに、期間、相当期間を定めて、住めるように、もししなかったのであれば、つまり、 傾いた建物を直すことができないというのであれば、注文者は契約解除することができるということです。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ、励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問い2です。宅券業者 B 社の使用人であって、B 社の宅券業を行う視点の代表者が、刑法第222条脅迫の罪により、 罰金刑に処せられたとしても、B 社の免許は取り消されることはない。丸か×かという問題です。答え×ですね。支店の代表者というのは、政令で定める使用人、政令使用人です。政令使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、この結核の政令使用人を持つ B 社も結核になります。したがって B 社の免許は取り消されます。だから×なんですね。 で、実は、この免許の基準には答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、このプロセスを知れば、免許の基準で間違うことはなくなります。そして、この問題は、このプロセスに加えて4つのことを学べるんですね。で言い換えると、この問題がわかれば、免許の基準の問題の非常に多くの部分を学ぶことができます。まあ、これが効率的な勉強法の真髄と言っても過言ではないんですね。 で、この真髄をあなたにも実践していただいて、短期間で実力をつけていただきたいと思っております。で、受講者様については受講者専用のメールマガでその旨解説しておりますのでご確認いただければと思います。まだ個別指導、受講されていないという方はぜひ個別指導をご検討ください。短期間で実力を上げて来年一緒に合格を喜びましょう。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください。 で、問い3ですね。日英規制の対象となる区域について、その区域に存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる、丸かツかということです。答えはツですね。都市計画ではなくて、地方公共団体の条例で指定されるんですよね。日英規制の対象となる区域は、地方公共団体の条例で指定します。都市計画が誤りということです。 で、この問題必ず取るべき問題なんですね。で、合わせて覚えるべきポイントは指定できる地域です。日益制っていうのは商業地域、工業地域、工業専用地域では指定されないんですね。つまりこの3つの地域以外の地域で指定することができるということです。でもこれ覚えてくださいと言われてもこれすぐ忘れませんかね。えー、どのように頭に入れるのか、忘れにくくするのか。 え、こぼ指導では覚え方までお伝えをしております。え、独学の方は効率的に頭に入れるためにどのように覚えるかを考えながら、え、勉強していただければと思います。まあ、今回ですね、あの、昨日に続いて免許の基準の考え方ですね。あの、無料の動画ではちょっとお伝えすることできないんですけれども、これ、ちゃんと考え方、答えの導き方ということを頭に入れていただければ、もう必ず得点できるようになりますので、もしそのプロセスっていうものを知らないというのであれば、 ぜひ、え、個別指導をご検討いただければと思います。多くの解説が考えるプロセスっていうものを省略している場合がもう非常に多いんですね。それだと全然点数上がってきません。実力って上がってこないんですね。その問題は何回もやれば解けるようになりますけども、類題、つまり本試験の問題で解けなくなっちゃうんですよ。それだと。重要なことっていうのは考えるプロセス、考え方なんですね。どうやって答えを導くかなんですよ。ここをちゃんと頭に入れておくことが合格するための一番の秘訣になってきますので。 ぜひそこを押さえていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。